カムカムエブリバディ三代目ヒロインの大月ひなたの同級生の藤井小夜子役で、朝の連ドラへの初出演が決まっている女優でモデルの新川優愛さん。抜群のプロポーションとベビーフェイスで人気が高い新川さんですが、プライベートはどうなのでしょうか。気になったので調べてみることに。新川優愛という名前は本名で、1993年12月28日生まれの現在28歳。埼玉県のご出身で、一人っ子だそうです。ニックネームはユア。身長166センチで、なんと、股下78センチの見事な八頭身。血液型は O 型で左利き。見かけによらず大食いなんだとか。学歴は埼玉栄高校を卒業して、大学に進学されています。高校時代は仕事と学業の両立にかなり苦労したという新川さん。芸能界に入ったきっかけはよくあるスカウトなんかではなく、幼い頃からテレビが好きな新川さんは自分も向こう側の人間になりたいと小学校6年生の時に父に相談したところ、あっさり許してもらって自分から事務所入りしたそうです。その後、2008年、長男の結婚でドラマ初出演し、2010年瞬きで映画にも初出演。同年、ミスマガジンでグランプリを取って、一躍、世の男子たちのハートをわしづかみにします。2011年ミスセブンティーンに選ばれてから、2015年までファッション誌、セブンティーンの専属モデルとなっています。その後は、ノンノの専属モデルとなり、東京ガールズコレクションなどのランウェイで活躍されていました。それだけでなく、2013年には衝撃ゴンライガンのエンディング挿入歌で歌手デビューもしています。そして、2018年、いつまでも白い羽でドラマ初主演すると、同年、星屑リベンジャーズ、ブスだってアイラブユーで、立て続けにドラマ主演しています。まさにトントン拍子に来た新川さん。そんな華々しい活躍とは裏腹に、一時期、幼い時のことが話題になっていましたね。新川さんのご両親は、彼女がまだ幼い頃に離婚。彼女は父方に引き取られることに、当初は父と祖父母と4人で暮らしていたものの、父親が再婚して家を出たため、祖父母の手で育てられたそうです。唯一、救いだったのは、離れて暮らす父親とは、それからもずっと、変わりなく仲がいいということでしょうか。さて、これだけのルックスの新川さんですから、芸能界の交友関係もさぞかし広いのでは？そう思ったのですが、意外なことに、友達と言える人がほぼいないんだそうです。それでも、唯一、公表している友人が、グラドルで女優の筧美和子さん。新川さんは筧先生と呼んでいるそうですが、まさに夢の組み合わせですね。筧さんとは、ドラマの撮影の時に、いろいろ聞かれて教えたりしたことで、親しくなって相談もよくされるそうです。誰よりも、長い時間一緒にいる仲だとか、なぜか、人から相談されることが多いという。新川優愛さん。友達がほぼいないのになんでそうなるのか。その理由とは、新川さんにほぼ友達がいないため、情報漏洩の心配がないからだそうですが、なんともな理由ですね。それだけしっかりしているからとも言えます。というのも、実は2019年にすでに結婚している新川さん。まだまだ人気上昇中でしたから、世の男性ファンは全くの寝耳に水で、彼女の記者会見を見て、さらに愕然とします。なんと彼女の結婚相手とは、有名人かと思いきや、芸能人などが利用するロケバスの運転手さん。しかも、アラフォーの、正真正銘の一般人。全国から、ものすごい数の、ハテナマークが殺到。しかも、新川さんから交際を申し込んだとわかり、その日一日、何も聞こえない症状の男子が続出。ネットではロケバス婚と話題沸騰。とんでもない騒ぎになったそうです。一体、
しっかり者の彼女がなんでまた。よくよく聞くと実は、その男性のことは、10代の頃から知っていて、何年も彼のことを見ているうちに、だんだんと恋心が芽生えていったそうです。一体、そのアラフォーの彼に、どんな魅力があったのでしょう。新川さんは、彼の誰に対しても変わらない。優しい対応や、現場についてからも、出演者の空き時間に話の相手をしたり、たまには食事の手配も何気なくやってのける。そのプロフェッショナルな姿と人柄に、この人ならと思えたのだそうです。告白は2016年頃、ロケバスから一旦降りて、忘れ物を取りに行くふりをして、彼にこんなことを聞きに行ったそうです。ご結婚されてますか？さすが、しっかり者の新川さんらしいですね。既婚者か確認してから携帯番号をゲットして、交際が始まったそうです。男性は当初は、まさかね、と、半信半疑だったそうですが、そのまさかの交際が順調に進んで、2019年8月に婚姻届を提出し、所属事務所を通し、書面で発表して、翌年の1月に結婚パーティーの予定でしたが、ある理由で年内10月に繰り上げる事態に。世間では、おめでたも噂されたのですが、その本当の理由は、ずっと見守って育ててくれた。祖母の体調が思わしくなく、元気なうちに花嫁姿を見せたかったから、という理由だったそうです。とはいえ、旦那さんの仕事に影響が出ると、心配する新川さんに旦那さんは、何があっても大丈夫。おばあちゃんと、いっぱい思い出を作ろう、と言ってくれたとか、本当にできた人ですね。ちなみに、そのロケバス運転手のご主人は、どんな方かというと、現在は37歳で、その外見は、バリバリのイケメンと思いきや、金子信明さん風のワイルドさに、リリー・フランキーさんのような、文化人、芸術家的な雰囲気を醸し出していて、エレキコミックの八津一郎さんに似てきた。ともご本人が言っていて、どう転んでもというか、独特な風貌の持ち主には違いありません。ちなみに新川さんは吉本ブサイクランキングで、3年連続1位の殿堂入りをしているお笑いコンビ、ノンスタイルの井上雄介さんが好きだと、公言していたことがありましたから、納得できる結末ではありました。見た目以上に気になるのは、旦那さんの収入。一般的には、ロケバス運転手の月収は、およそ20数万円から40万円が相場ですので、年数も長いので40万円くらいではないでしょうか。新川さんの年収は一説では7000万円くらいですから、旦那さんは、決して少ない収入ではないですが、格差婚には違いない感じです。ちなみに、今までに噂になった元彼はというと、山崎賢人さん、菅田将暉さん、玉森裕太さん、西川春樹さん、坂本勇人さんなんだとか。どうも番宣臭いですね。でも、実際の元彼の中には、かなりのひどめんもいたそうで、新川さんのことをまな板と呼んだり、テレビのチャンネル争いで喧嘩となり、顔を平手打ちしてくるという、なかなかのひどい人もいたそうです。それにしても、女神と一般男性との結婚に、にわかに、自分にも同じ奇跡が起こるかもと、元気が出てきた男子も多かったことでしょう。とても、頭の回転が早いと評判の新川さん。ドラマや映画以外にも、王様のブランチや M1 グランプリという、人気番組で MC をこなしていましたから、それだけの地頭はあるように思います。また、見た目とは裏腹にインドア派で、貯金が趣味だとも言いますから、夫婦二人で頑張って、ゆくゆくは、何か授与をされるかもしれませんね。これからも、幸せなご家庭を築いてほしいです。いかがでしたか？あなたは、彼女のことをどう思いましたか？カムカムエブリバディの日向編では、一体、どんな演技を見せてくれるのか。早く新川さんを見てみたいものですね。
これからの彼女を見守っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。